負傷した羽生結弦に、グランプリファイナル欠場してはとファンの声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケートの羽生結弦選手がグランプリシリーズロシア大会のフリーの公式練習で負傷し、今後の出場が危ぶまれている。2大会で優勝を果たし、すでにグランプリファイナルへの出場が決まっているハブ選手。ファイナル。 12月6日に出られるように治療していくことを語っていたものの、実際に出場できるかどうかは未知数だ。大まかな診察では3週間の安静が必要とのことだが、ハブ選手の怪我は、全家経費人体損傷、三角人体損傷、飛骨筋腱損傷疑いと発表されており、精密検査の結果によっては長期間の治療が必要となるかもしれないのだ。 ロシア大会ではフリーを欠場するという選択肢もあった中、グランプリファイナル、全日本など今後の試合に出られないケースを考慮して、これまでの練習の成果を何とかフリーで披露したいという思いが強く、出場を選びました。今シーズンのハブ選手の演目は FDNF プロシェンコへのオマージュ、すなわちロシアスケート界へのリスペクトを込めたものだけに、このロシア大会は特別な意味を持っていたのです。スポーツライター。 ハブ選手の勇姿を拝みたいというファンの間でも、さすがに無理はして欲しくないという声が多い。SP で世界歴代最高得点を出したのと同様に、FS でも最高得点を叩き出す、完成版を見せて欲しいと思うのがファン心理。それでも、4年に一度の五輪ならいざ知らず、グランプリファイナルも全日本も休んで、3月の世界選手権に照準を合わせて、しっかりと治療に専念し、 調整するのがベストだと思っている人が多いようです。そもそも平イ五輪ゴリンの怪我からの復帰が早すぎたくらいで、今シーズンはグランプリシリーズを休んで、全日本と世界選手権だけでも良かったのではないかという声もあるほどです。全室スポーツライター。ちゃんとした演技が見せられなくて申し訳なかったとファンに謝罪していたハブ選手だが、そもそも今季は自分のために滑るという思いを口にしていたはず。ぜひとも、 自分で納得のいく滑りのために治療に専念してほしい。ハブ選手の納得のいく滑りこそファンが見たい姿なのだ。芝講師、平野志陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。